中国は2021年度に入ってからますます尖閣諸島周辺や台湾周辺において、露骨な挑発を繰り返していたよね。うんうん、2022年になって、これからどうなっていくんだろうね。今さら中国が引くなんてことはありえないだろうし、先行きはあまり明るくないな。何にせよ、準備だけは万全にしとかないとね。そういうことだね。さて今回は、そんな中国の動きを想定した準備に付随する、南沙諸島における自衛隊のミサイル部隊について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。陸上自衛隊は、中国の動きを牽制、警戒するため、沿岸監視隊を与那国島に、警備部隊を奄美大島及び宮古島に配置するとともに、地対艦ミサイル部隊及び地対空ミサイル部隊を南沙諸島に配置して南沙諸島防衛を強化しているよ。地対艦ミサイル部隊は、第5地対艦ミサイル連隊熊本市の、第301地対艦ミサイル中隊が瀬戸内分屯地奄美大島、19年に、第302地対艦ミサイル中隊が宮古島20年に配置されたんだ。23年には地対艦ミサイル連隊を新編し、これらを配下に置くとともに新たに沖縄本島及び石垣島に地対艦ミサイル中隊を配置する計画となっているよ。また地対空ミサイル部隊については、4個地対空ミサイル中隊を霊下に置く第15高射特化連隊第15旅団が沖縄本島に配置されているみたいで、第7高射特化軍第2高射特化団の本部及び第346高射中隊が宮古島に、第3高射特化軍第2高射特化団の第344高射中隊が奄美大島に配置されているぜ。航空自衛隊は、第5高射軍を沖縄に配置して揚撃戦闘機及び警戒管制部隊と連携して、進行する航空機及び弾道ミサイル等をペトリオットミサイルにより撃破する任務を遂行しているみたい。沖縄本島に配置されている地対空ミサイルの配置の細部だけど、以下のようになっているよ。まず、陸上自衛隊第15高射特化連隊第6高射特化軍を改編は、第1高射中隊丸3式中距離地対空ミサイル改善型を知念分屯地に、第2高射中隊丸3式中距離地対空ミサイルを勝連分屯地に、第3高射中隊丸3式中距離地対空ミサイル白川分屯地に、第4高射中隊1式短距離地対空ミサイルを南与座分屯地に置いているんだ。なお、第7高射特化軍の2個高射中隊は長崎県の竹松駐屯地に配置されているよ。航空自衛隊第5高射軍は、第16高射隊パトリオットアドバンス部ケイパビリティ2パック2を知念分屯基地に、第17高射隊パック3を那覇基地に、第18高射隊パック3を知念分屯基地に、第19高射隊パック2を恩納分屯基地に配置しているんだ。12式地対艦ミサイルの現在の射程は推定約 200km だけど、当面は 900km を目指し、最終的には射程 1500km まで延伸する改良が行われているよ。地対艦ミサイルは対空ミサイルの援護の下で能力を発揮できるんだ。しかし配置されている前期投射中分屯地の地対艦ミサイル発射機等へは対空援護が不足しているよ。中国が沖縄本島へを攻撃する際は、弾道ミサイルと巡航ミサイルを大量に発射する方へは攻撃を仕掛けると想定されているぜ。これら攻撃で自衛隊のミサイル部隊は継戦能力を失う恐れがあるんだが、これを回避するため、改良後の最終的な射程が 1500km になれば、2025年以降に12式地対艦誘導弾能力向上型を、対空援護が十分な沖縄本島に配置する予定とされているんだ。自衛隊の地対空ミサイル部隊は大きく2つに分かれるよ。まず弾道ミサイルを迎撃する BMD ミサイル防衛の部隊と航空機や巡航ミサイルを迎撃する部隊。自衛隊は弾道ミサイルを迎撃ミサイルと地対空誘導弾 PAC-3 で撃ち落とし、航空機や巡航ミサイルは中距離地対空ミサイルなどで迎撃する体制をとっているんだけど、BMD 部隊は海上自衛隊の迎撃ミサイルの SM-3 を搭載したイージス艦と、航空自衛隊のパトリオットミサイルのパックー3の部隊で構成されているよ。地対空ミサイルでの航空機の迎撃は陸自が主に担っていると言われているもんね。丸3式中距離地対空ミサイルの射程は 50km で、同改善型の射程は 60km とされているよ。また、1式短距離地対空ミサイルの射程は 10km とされているね。航空自衛隊のパック2の対航空機射程は 70km、対弾道弾射程は 20km と言われているんだ。パック2は敵機の近くに飛行し、体当たりもできるんだけど、自らを爆破することによってその破片で敵機を撃破するよう設計されているんだ。これに比べてパック3は直撃型ミサイルとなっているよ。
パックになら作薬を搭載している場所のすべてにロケットモーターのサイドスラスター姿勢制御用の小型の噴射装置が組み込まれており、機動性が格段に向上しているんだ。ちなみにパック3の対弾道弾射程は 20km とされているよ。ミサイルシステムの相互連携だけど、大隅諸島、トカラ列島の一部、大東諸島は蒸気の地対艦ミサイルの援護を受けられない状況にあるよ。蒸気に加えて、喜界島、徳之島、与論島、伊平屋島、渡名喜島、栗国島、多良間島、西表島の西部は地対空ミサイルの援護を受けられない状況にあるね。もちろん、空自の警戒隊のレーダーサイトは空域監視しているから、高高度の上空から近づいてくる航空機やミサイルを発見することはできるんだ。ちなみに近づいてくる航空機を何キロメートル先で発見できるかは、秘密事項だから、発表されていないぜ。沖縄本島への予約のレーダーサイトラに ASPS5、宮古島、沖永良部島のレーダーサイトラ南部へミサイル防衛 BMD 対応への ASPS7 を装備しているな。予約は標高168メートルだが、レーダーサイトのレーダーの高さが20メートルと仮定すれば、高さ186メートルから見る水平線距離は約48キロメートルとなるぜ。つまり電波は直進するから、50キロメートル先は地球の影に隠れるということだね。巡航ミサイルが地球の影に入って海面近くを近づいてくる場合、50キロメートルまで発見できないんだ。音速で近づいてくるとすると発見を150秒で来てしまう計算になるよね。地対艦ミサイル発射機をミサイルの追尾班以外に移動する時間はないから、久米島のレーダーサイトが50組先に敵を発見して自動的に那覇空港の自衛隊機にスクランブルをかけても間に合わないだろうね。旅客機の巡航高度1万から1万、2500メートルを飛んでいれば357から399キロメートルで発見できることになるけど、この場合は17分から19分の対応時間があるよ。フライトレーダー 24.com では、飛行中の航空機の現在位置をリアルタイムで見ることができるんだ。たくさんの航空機が飛行している中で敵味方の判別は敵味方識別装置を使用するんだ。これってどういう仕組みなの？同装置は電波を発射して対象に返信を要求する、または要求に対して返信する装置となっているよ。応答があった時に味方だと確認できるけど、応答してこない航空機は非が不明機だね。でもこれだけじゃ、敵だとの確実な情報は得ることができないよ。地対艦ミサイルシステムや地対空ミサイルシステムだけでは、地球の影から近づいてくる艦艇、航空機、弾道ミサイル、巡航ミサイルを見つけられないんだ。なんたって、見つけた時点では対処する時間がないからね。そこでデータリンクを使うんだ。データリンクは偵察衛星やレーダーサイトの情報、電波情報、哨戒機の索敵データ、艦艇からの情報を総合的にリンクさせて、艦艇や航空機等の位置、進路、速度と東識別を実施し、目標の決定、撃破手段の配分、射撃命令、撃破成果の確認を実施するってわけだね。陸自の人に意識地対艦ミサイルシステムはミサイル発射機、射撃管制装置、指揮統制装置、捜索標定レーダー、中継装置、弾薬運搬車などの装置群で構成されているよ。丸三式中距離地対空ミサイル改善型は低空を高速で飛ぶミサイルの迎撃能力が向上し、指揮統制能力も改善されているよ。陸自幕僚幹部関係者によるとより早く、より多くの標的を迎撃することが可能になるそうだね。試作段階の平成27年にホワイトサンズ射場で行った発射実験では巡航ミサイルの迎撃率 100% だったそうだよ。さて最後に重要な問題に触れなければならないよ。菊池国産のミサイルが開発、改良されていますが、国産であっても、ミサイルを生産工場から配備地域まで運搬しなければ、そのミサイルは使えないよね。ましてや、中国が飽和攻撃を仕掛けてくるかもしれないと想定している南沙諸島においては、ミサイル本体や、代替品、整備用品を現地に大量に補給しなければ、継続的戦闘は行えないってことになるんだ。鉄道輸送、海上輸送を連携させて、補給を続けることが飽和攻撃に対抗する大前提ってことだね。沖縄本島に生産工場を作ったにしてもその原料資材は海上輸送しなければならないからな。つまり対空ミサイル部隊による対空援護が確実な地域で初めて対艦ミサイル部隊が活動できるってことだね。沖縄本島のみが対空援護できているかもしれないと考えられる地域になるんだけど、それ以外の島嶼及び海域は飽和攻撃に対応できないんだ。その海域を通る補給経路を確保するためには、
偵察衛星も見つけにくい輸送用潜水艦の建造が望まれるな。日本の潜水艦は技術的に、運用能力的に優れていると聞いているけど、戦闘用潜水艦の護衛がついた輸送用潜水艦の部隊が活躍する時代が来ないことを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。